コンサルですよね。コンサルって一体何なんでしょうね。私が定義するコンサルという概念っていうのは、まあ、あの、ジムにちょっと例えるとね、わかりやすいと思うんですよ。ちょっとダイエットしようかなとかね、健康を身につけようかなと思って、トレーニングジムに通いますよね。ジムの会費っていうのが月に大体1万円です。で、いろんな機材使わせてもらったりとか、まあ、それからね、簡単な集中トレーニングって言って、講師の方がたまにね、あの、みんなを集めて、 あの特別なトレーニングをしてくれるんですよでそれがまあジムのメリットであり会員としてのねなんかそのジムに通う意義だったりするわけですけどもでもねやっぱりジムっていうのは誰でも使えるようになってますけども結局最小購買数的な価値提供なんですよね。ですんです 痩せやすい人とか意欲の高い人、それからジムに通える頻度の高い人が利用すると、それは目的を達成する可能性が高いわけですよ。でも、人にはそれぞれ、会員さんにはそれぞれ、あの、やっぱこう、性質とか特質とか、まあ、いろんな性格とか、向き不向きとか、様々な要因がありますよね。ジムに通うのが、週に1回がやったの人もいれば、やっぱり週に2度も3度も通える人がいたりとかして、成果はまちまちなんですよ。そこでですね、 パーソナルトレーナーってのをつけることができます。おそらく、ジムの中でパーソナルトレーナーをつけると、大体ね、月にね、5万円から10万円の間で料金設定されてるんじゃないかなと思うんですよ。で、ジムに在籍するトレーナーさんの主な収入ってのは、パーソナルトレーナーの指名を受けるかどうかなんですよ。で、私もジムに通いながら、ジムに対しては会費を1万円払います。でも、時には、 パーソナルトレーナーさんを指名してですね、あ、このトレーナーさん、ちょっとね、自分を鍛えてくれそうだなとか、仲良くなったなと思ったら、その人に申し込んで、私の場合は6万円を毎月払ってパーソナルトレーナーを指名するんですよね。そうすると、そのパーソナルトレーナーさんとあの日程を合わせてね、トレーニングする日っていうのを決めるわけですよ。そうすると、自分のモチベーションや体格や目的に合わせたメニューを作ってくれて、そのために1時間なら1時間、みっちりと練習を 一緒にしてくれるわけですよね。まあそうすると、そのパーソナルトレーナーさんは自分のためだけに出勤してくれますんで、みっちり教えてくれるわけですよ。で、やっぱりその時間っていうのは、こちらの方としても高いお金払ってるんで、しっかり教えてもらいたいっていう形で、結構いい感じでね、ペースがつかめるんですよね、二人のペースが。まあだから成果が出やすいっていうところがあります。例えば、あ私は、 あの足の方がまだ筋肉ついてないんで足を中的集中的にやりたいんですって言ったらじゃあこういうのから始めてだんだんこういう風にボリュームアップしていって数ヶ月後にはこういう風な体になっていきましょうかみたいな感じで調整してくれたりとかそれからジムを帰った後も食事の写真を送ってくださいみたいな感じで食事のチェックをしてくれたりとかするんですよねまあそのために払うのが月に6万とかですよでパーソナルトレーナーさんっていうのはそういう風な形でジムの中で一般顧客の中から 自分を専属で指名してくれるパーソナルトレーナーさんを持つと大体いいですねコミッションとしては6万円のうち4万円が手に入るみたいなことになって週に1回のレッスンっていうのをその人のためにするからつまり週にに万円プラスになるわけですよでそういった人を例えば週に5人抱えると20万円が入ってくるんですよね。 そうすると、基本の給料が15万でも30万とか40万とか狙えていけるってことになるんで、事務のトレーナーさんはいかにね、パーソナルトレーナーさんを掴むかってことが、自分の収入とか勝負になってくるわけですよ。で、ここでコンサルって概念をどう重ねるかなんですけども、私たち塾の提供をしている方としても、塾という形で、あの、例えば10人入ったら、10人の方に最小公媒数的な塾として、コンテンツとしての価値提供はするんですけども、もっとね、 自分だけに対するなんかこう指名を受けたい指導を受けたいなと思ったらコンサルを申し込むことになるんですよあなるほどそっか塾のコンテンツは分かりましたそのコンテンツは一通りやってるんだけどもん自分の求めてるのはこういうのじゃないんですよ一回話聞いてもらえますかそして自分にカスタマイズした自分専門の何かを提供してほしいんですってことになるとこれはコンサルを申し込むってことになりますで先日もだからコンサルの申し込みがあったのは私のコンテンツを通じて 月収100万を達成ししてるから次のフェーズに行きたたたいっていいことでで申込だんすよじゃあ私とその方の関係性を私も考えてですねじゃあ国家の人生はこのように構築していきましょうとかそのためにはどんな収入どんな形のビジネスがいいのかっていうことでその方はねあの自分が最前線で作業していたわけですけどもここからは作業をするんではなくて作業をする人を育てる もうちょっと上の立場からね、言ってみれば、支店長とかね、うん、それとか、まあそうですね、工場長みたいな感じで、作業員とか営業マンではなくて、そういった人たちを今度は募集して育てるような立場に行ったらどうですかっていうふうに、あの、まあ自分軍団というね、言い方をしたんですけどね。今までは一平卒だったけども、ここからは軍団を作ってみましょうと。だからその人がね、A さんだったら、ね、A さん。 A さんの収入を真似たい人を弟子として迎えて育成するっていう形にしたらどうですかと。直接のお客さんとの接点っていうのは減るけども、でも直接お客さんと接点を持ちたい人を育てるってことはできるじゃないですか。それによって一つフェーズが上がるわけですよっていうふうに申し上げたんですよね。そしたらそれはちょっとね、できるということだったんで、しかもね、なんかある企業からオファーを受けてたらしいんですよ。うちの専属の講師になっていただいて、 まあ営業マンを育ててもらいたいたとそのために大体年商1億の会社で3%ぐらいのコミッションを渡せよみたいな具体的なオファーまで頂いてたらしいんですよねでも私はそこの会社と契約するのが悪いわけじゃないんだけどもでももうあなたは A さんは自分でそういう人を集めれるんだから特に会社の契約は必要ないからまずは自分でやってみなさいってことを話したんですよでそうすると確かに依頼はお客様の方からあったんで自分もそういう仕事してみたいんで教えてくれませんかってのがあったんでこれを機会に 自分で自分のまあ弟子をね迎えてみたいっていうふうに言われてましたね。うん、でそのコンテンツカリキュラムは、まあ、速カジでもありますのでその人に向けて速カジの上級プランをまあお勧めするってことになったかなっていうことですよね。はいえコンサルっていうのはだから最初購買数的な価値提供から個別具体的な一人に対しての うん、価値提供になっていくってことなのかなという,うに思いますけどいかがですかね。それでは、今回は以上でございます。